次へ移りたいと思います。これはウーマンチャイルドキャットというタイトルで連作となります。この発想は1983年にピンクロイドの原始シンボルからインスパイアされたもので、37年間中で、作りためといたものというか、たびたびそれを起こして作にしようと思ったけどできなかったものです。でその間に、ピエタという作品も作ってます。それとの関連でこの母子と猫、タイトルは母子をマザーでなくてウーマンとしました。